ね、ちょうどね。本当？お願いします。まだちょっと早い、2分ぐらいある。谷口君、ちょっとワンコ。はい。あ、本当。すいません、感謝します。ありがとうはい、はい、ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうそう、谷口さん。そうね、谷口さん、ありがたいね。お母さん、大丈夫？なんか疲れたら横になっててもいいよ。あの机の上で。机の上で。後ろ聞こえますか、声。大丈夫ですか？うん。一応じゃあ2時になったら始めます。今59分なんで、うん、あの時計ちょっと進んでんだね、うん、ねねえ、うん、いいとこだよね。でもね、いいところね。一発で来ました。こちら俺は1回で、すごい、うん、まあその防災センターでね、うん、そうです、うん、明日静岡だからね。じゃあ時間になりましたんで始めたいと思いまーす。ね、よろしくお願いしまーす。谷口さんもね、まきちゃんもよろしくお願いします。じゃあ、初めましての人もいるんで自己紹介ね。これありがとうね。これ誰が書いてくれたの？素晴らしい。ありがとうございます。達筆で。ありがとうね。これ、もし次使うときも使い回しようね。そう、もうビリビリになるまで使いましょう。そう。ね、ありがとうございます。じゃあこれね、読ませてもらう。斎藤一人、名代、特別弟子、鈴木達也さん、講演会、in、山梨ですね。よろしくお願いしまーす。初です。山梨はね、ほんと初なんですよ。初上陸。素晴らしい。ありがとうございます。これで47都道府県講演会の、リーチ。お願いします。そう。そう、もうおかげさまです。皆さんの。ありがとうございます。もうあとね、福井だけ。福井も決まってるんで、多分今年中には行くと思いますんで。いやー、もう皆さんのおかげさまですよ。本当に楽しくね、やらせてもらいますんで。山梨もね、本当に来たいってちょうどね、さっきお話ししてたら、動画でね、前ほら山梨やってないから山梨の皆さん呼んでねって言ったら、それでね、見てきっかけでね、呼んでくれて、いやー、ありがとうございます。嬉しいです。いや、本当俺の講演会二人から来るから。本当に冗談抜きで二人から来るから、一人さんにも本当言われてるの。ね、達也の講演会は、二人からね、全然五人で、ちゃんとそれも理由があるのよ。なんで二人からって五人って言ってるかっていうと、普通みんなってさ、例えばこういう講演会とかっていうと、人が呼べるかなとか、そう、人がたくさん来るかなとかね、私が声かけてね、たくさん人が来るだろうかとかって思っちゃって、すごい心配になっちゃったりするのね。それと、俺の方の問題もあるの。どういうことかっていうと、例えば5人でね、もう成功だよっていつも言ってるんだけど、その、最初2人から行くって5人で成功って話は、簡単に言っちゃうと、なんて、例えばほら、さっきも言ったけどさ、講演会って言うと何十人とかさ、まあ、ひたすら50人とか60人とかって普通考えちゃうじゃん。そう、でも、それ俺が、じゃあ今日ね、50人来るだろうとかって思って講演会に来たとするよね。じゃあそこの会場に47人しかいなかったとするでしょ？そうすると俺多分講演会やりながらこうやって頭数を数えるわけ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って。そうすると、あ、50人今日行ってないんだって思うよね。そうすると、50人、その47人でも50人行ってないと思っただけで、それ失敗の波動になっちゃう。マイナスの波動になっちゃうの。それで5人で成功ってことにしてあるから、いつも成功の波動だからこうやってずっと講演会、まあ多分丸4年ぐらいもうやってるのね。そう、おかげさまで。そう。で、今日もほら5人はいるよね、多分ね。5人はいるから成功なの。で、もう仕事って本当にそういう風にやるんだよって一人さんからいつも教えてもらってるんだね。だから、最初から目標とかって大きくしちゃダメなんだよって。で、この5人で成功のことを忘れなければ、例えば会場に1000人いても1万人いても全くね、そのブレちゃうってことはないんだって。そう、だからね、そういうつもりでずっとやらせてもらってるんで、もう今日も大成功です。まあ、ありがとうございます。素晴らしい。で、ね、俺の講演会ってさ、何回も聞いてる人分かると思うけど、楽しい話が8割で、ためになる話2割です。
そのつもりで聞いてね、俺が楽だから。そう。まあ、でもちゃんとするからね、ためになる話もね。そう、それで、じゃあ、ひとりさんのこと、まあ、大体ここにいる人たち知ってるとは思うけど、一応簡単なひとりさんのね、紹介もしとくね。ひとりさんって障害納税日本一って言って、日本で一番税金を払った人です。で、今までは、なんか大正製薬の会長さんだったんだってね。そう、なんか、リポビタンデーとかってやってるじゃん。そう。あの会長さんが、ひとりさんの前はずっと日本一だったんだけど、なんかひとりさんがその人を抜いちゃって、で、まあそのままずっと抜きっぱなしで、なんか今に至るからもうそのままみたいよ。そうね、すごい税金いっぱい払ってね、すごいよね。俺なんかなるべく払いたくねえなって思っちゃう。そう。まあそれは冗談ですよ。でね。で、本当にね、我々の講演会って、こういうお話でもさ、楽しい方がいいじゃん。どうせ聞くんだったら、ね、つまんなく話すより明るく楽しい方がね、我々はいいと思ってるから、それでね、なんか楽しい8割で、ためになる2割で話をね、させてもらってるのね。まあ今の話で2割ぐらい終わったかな。ふざけんなよって思う。大事、ちゃんと話するからね。で、今日ね、マキコちゃんも来てくれてるし、なんかね、いつも講演会ね、呼んでくれてね、ほんとありがとうなんだけど、ちょっとマキコちゃんの顔見ると、俺ちょっと思い出す話があるの、いつも。おおって。で、その話を最初にするね。で、これは、全然ためになりません。あのね、マキコちゃんのちょっと講演会呼んでもらった名古屋でね、呼んでもらった時に、車で駅まで向かってたの。夏だよ。夏真っ盛り。多分今ぐらいの時期だと思うんだ、本当に。夏真っ盛りの時に、こう車で向かってたら、なんかね、すごい道路のバイパスの真ん中で亀がいたのよ。で、と思って、なんか最初物体があって、なんか道にすごい丸い物体がこう大きいのが置いてあるのよ。で、何かなって見たらね、亀なわけ。でも亀さんがほら、もうなんかで、すごいのがさ、ちょうどその亀さんの横断歩道渡ってたのよ。そうで、横断歩道渡って、でも、バイパスでほら、広い道だから、多分途中で力尽きたかなんか動けなくなっちゃったんじゃない？で、ほら、真夏だしさ、バイパスなんかすごい通り多いじゃん。俺よくあれ真ん中まで行けたなと思って、引かれないで。で、その亀さんをね、わあ、これ危ないと思って、で、ちょうどね、信号が変わる場合の時だったんだけど、ちょっと止まっちゃって、亀さんをこう持ち上げて、こう道路の端まで持って行ってあげて、ブーブークラクション鳴らされたけど、こう亀さんを見せてごめんね、とかってやったら、そう。で、やったらね、あーとかって顔してて、そう、それでね、亀さんを田んぼのところまでこう持ってったわけ。で、まあ、そしたら亀さんも顔出してね、動いたから大丈夫かなと思ってそのまま行ったんだけど、なんかね、行った後心配になっちゃったの、ちょっと。で、すごい心配になっちゃって、一回 U ターンして戻っちゃったのよ。ちゃんと亀さんで戻れたかな、ね、なんかちゃんと行けたかなと思って、で、したらいなかったの、亀さんは。で、ただ新幹線は乗り遅れた。乗り遅れちゃって、あーと思って、まあいいやと思って、で、ちょうど新幹線の指定券があったんだけど、そしたらね、その指定券があった時に、なんか俺の指定券の番号のところ若い女の子が座ってるわけ。と思って、俺何回見直しても俺の席なのよ。でね、俺そこでもしかしてピンときたの。もしかしてこれは、助けた亀さんが俺に対するお礼かなと思って、お嬢さんってね、そこの席俺の席なんだけど、間違ってないって言ったら、やっぱ間違ってたよ、その女の子が。あ、すいませんって。でも、どこまで行くのって聞いたら、同じ、なんか東京駅かどうかだったんだけど、東京駅までですって、あ、じゃあ同じ行き先だから、ね、なんか席が2つぐらいしか離れてなかったから、俺そっち座るからそこ座ってていいよって言って、そこで、でね、まあその駅降りた時に、まあそのお嬢さんがね、お茶でもどうですかって言ってくれるかと思ってたの。そしたら何もなく、あ、違うのね、と思って。あ、恩返しじゃなかったんだな、と。で、それで、まあとにかく何もなく、まあ普通にね、名古屋まで着いたの。で、その、ちょうどほら、マキコちゃんの講演会の会場ね、駅に着いたんだけど、近くの。そしたら、まあちょうど歩こうかなと思って歩ってたの。で、そしたら、すごい真夏の炎天下でね、歩ってたら、なんかこれ大丈夫、俺も自分で大丈夫かなと思ったんだけど、まあ健康のために歩こうと思って歩ってたの。そしたら目の前に、なんかすごいね、大変そうに歩ってるね、お姉様がいたの。まあ推定年齢多分80歳超えてるお姉さんだよ。でね、ほんと大変そうに歩ってるの。なんかね、もう途中で、はぁーとかって、もうなんか、はぁーとかって言いながら、もう電柱になんか寄りかかっちゃはぁーとかってやってるの。でね、いや、すごい大変そうだなぁと思って、声かけてあげたの。あのね、お姉さんって大丈夫。まあ、一応ね、おばあさんのこともお姉さんっていうか、そう。でね、お姉さん大丈夫って言ったら、いやーってね、大丈夫じゃないってわけ。え、なんでってね、荷物が重くってってわけ。
何の荷物持ってんのって言ったらね、スイカ丸々1個持ってたの。それ何持って歩いていくのって言ったら、そうなんだよとかって言って、重くってさーとかで、じゃあそれ持ってあげるよって言ったら、ええとかで、悪いからいいよとかって言ってたの。いや、いいよって、どっちの方なのってなんか聞いたら、なんか講演会のなんか近くっぽいのよ。そう、なんかあっちのこっち行ってとこっちとかって、うん、なんか行く方と同じだなと思って。まあでもそれでも、まあ俺、マフコちゃん主催だし、もし遅れてもね、マフコちゃんにごめんなさいすればいいやと思って。そう。電車乗り遅れた上に、さらに遅刻しそうな理由があったんだけど、まあそれでね、そのお姉さんにね、じゃあ持ってあげるから、うちまでね、持ってってあげるよって言って、持ったの、そしたらそのお姉さんがもうすごいね、もう喜んでるわけ。もうこんな日本も捨てたもんじゃないとか、こんなね、いい男がね、なんか荷物持ってくれて私は嬉しいとかってずっと言ってるわけ。うん、でね、そのお姉さんが俺にしきりに言うわけ。あのね、って私が、あと20年若かったらって、もう体で恩返ししたっていうわけ。でね、俺亀さんの恩返しここで来ちゃったのと思って。でね、その、お姉さんが、どう見てもね、80過ぎてんのよ。でも20年って計算したらなかなかの年だよな。そう、でね、いや、気持ちだけ受け取っとくよって言って、でね、そのうちまで送り届けなんだけど、本当に、そのお家が、マツコちゃんが、こう、会場を用意してくれたところと、本当に、10メーターぐらいしか離れてないの。そう、だからなんか神様がね、恩返ししてくれた、と思う気持ちで。気持ちでね。っていう、それが助けたための恩返しって話。そう、何のためにもなりません。以上です。っていう話で。で、それで、まあじゃあちゃんと次はいい話するからね。いい話するちゃんとね。この手の話はずっとできちゃうの。で、講演会でずっとこの手の話しててもさ、終わっちゃうからさ、ちゃんとね、お話しますでね。じゃあ次の話ね。人生はね、喜劇って話があるの。これも YouTube なんかでもね、話したことあるんだけど、ね、我々ってひとりさんも俺もそうなんだけど、自分の人生は喜劇って決めてるのよ。決めてるの。で、人ってさ、例えばなんか問題があったりすると、辛いとか悲しいとか、なんか苦しいとかってなるじゃん。で、それは多分なんか俺たちの中で色眼鏡だと思ってるの。そう、だから、最初から喜劇って決めてれば、例えば戦争映画でも昔の映画でさ、喜劇の映画ってあったの知ってる？そう、あるのよ。白黒映画でチャップリンだっけ？そう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 。あれなんかね、多分、なんと音声入ってないけど、あれ戦争映画も喜劇なんでね。喜だよ。喜劇。そう、面白い映画って意味ね。そう、だから、要は自分の人生も喜劇って決めちゃえばいいのよ。そうすると、そういう色眼鏡で見ると、すごく何でも楽しくなっちゃうよって話があるのね。それを普通の人は悲しいことがあったら悲しい。苦しいことがあったら苦しい。辛いことがあったら辛いっていうメガネで見ちゃうから、何でも物の取り方が苦しくなっちゃう。もう俺たちは喜劇だから、例えば自分の身に起こる悲惨なことがあっても全部笑い話で終わっちゃうの。そう、そうするとすごい心が軽くなるよって話があるのね。で、最初からそうやって決めちゃえばいいのよ。そう、そうすると人間ってすごい能力があるから、何でも面白く捉えてみようと思っただけですごい心軽くなるよ。そう、だからそれやってごらんって。そう、ね、いい話でしょ？めっちゃいい。そう、めっちゃいい。2割終わり。そう、だからやってごらんって、ほんと人間ってすごい能力あるんだ、自分で気づいてないけど、だってね、どっか街中歩いてる人でね、赤い服の人を見つけてって言ったらすぐ見つけるじゃん。それと同じで、自分の人生が喜劇だって思ったら、自分の、そう、頭の中で面白いことをどんどん見つけてくるの。そう、だから、まあ、これも例え話なんだけど、ね、よくさ、なんだっけ、うちのね、親がアル中でとか、でね、すごく、うちの中いつも暗くて、お父さんが酒飲むと暴れてとか、そういう話聞くと暗いじゃん。暗いよね。その時にそのまんま、自分の家庭は悲惨だったとかって言うんだったら、そのまま悲惨な思い出になっちゃうの。そういう時も変えちゃっていいんだよ。後でこう、なんつう、自分の中で脚本変えちゃうの。その過去の話を。で、どういう風にしちゃうかっていうと、いつもね、お父さんがお酒飲んでて暴れたっていう話を、お父さんがね、お酒飲みそうになったらみんなでね、縄で縛って川に投げたとかって言う。で、変えちゃっていいんだよ。あと、例えば子供時代にね、いつも親がうるさくって、うちの親はすごい教育熱心でね、いつも殴るとか、すごいうるさいとかっていう親がいたとするじゃん。で、そのまま話すとやっぱり辛い話だよね。
だけど、そういう時もいいの。うちの親はうるさかったけど、もうね、10回ね、10回喧嘩したうち、7回はね、もう殴り倒してたって別にいいの。で、勝手にね、過去の思い出変えちゃって楽しい気持ちになっちゃえばいいのよ。で、ひとりさんなんかすごくてさ、この間ね、本の質問があったわけ。で、どういう質問かっていうと、いや、なんか昔のね、なんか辛い思い出が忘れられませんみたいな。で、そういう時はね、どうやって心のね、トラウマを治すんでしょうかみたいな話があったわけ。そしたら、ひとりさんの答えがすごいの。そしたら、過去の思い出でね、いつも殴られてたじゃなくて、いつもね、めちゃくちゃにぶん殴ってたことにしちゃう。逆バージョン、そう。逆バージョンにして、要は、それがほら、事実じゃないとか、事実とかっていう話してんじゃない。自分の気持ちが軽くなればいいのよ、簡単に言っちゃうと。そう。で、別にほら、過去のこと変えたって誰にも迷惑かかんないじゃん。で、別にその思い出話を誰かに語ったってさ、誰も迷惑かかん、ね、かかんないよねって話。だから、過去で嫌な思い出があったら、自分で変えちゃいな、明るい方に。勝手に。で、誰にも迷惑かかんないの。それをそのままね、こうなんつ、例えば悲しいとか辛いんですって思ったまま話すから余計辛くなっちゃうんだよ。そう、だから全部笑い話とか変えちゃえばいいの。それと、やっぱ優しい人ってかね、真面目な人で優しい人ってさ、やっぱり人をね、殴ったりするね、思いすらできないとかって言うんだけど、大丈夫、思いだけなんだったら、別に実際に殴れって言ってるわけじゃないの。自分の気持ちがスカッとすればいいの。そう、っていうことをね、覚えといて。だから、いや、親もさ、未熟だったと思うよ。ね、自分たちも子供だし、もっと未熟じゃん。そうだけど、やっぱり、なんていうか、そういう、誰でも完璧には生きてないよ、お互いに。でも、自分がこう、嫌な思いしちゃったり、苦しい思い出だったら、自分の中で勝手に書き換えちゃいな。そうそう、全然いいんだよ。それ、スカッとするじゃん、心が。そう、そしたら思い出してもね、笑い話できるよって話。だ、それが人生喜劇って話なんだけどさ。という話です。以上です。ありがとうございます。難しい？なんか、達也君の言ってることはちんぷんかんぷんですって人いますか、この中に。大丈夫。 そうね。 そう。やっぱ心の問題ってね、結構ちょっとね、コツがあるとね、わかるとね、すごい軽くなるからさ、やっぱりどうせ生きてるんだったら楽しい方がいいじゃん。そうそう。でね、この生きてる中でさ、昨日もね、ちょっと講演会で話したんだけど、俺たちは月じゃないって話があるの。月じゃない。でね、いや、人間ですよとか、そういうツッコミなしで。そう。いや、そういう、ああいうものの例えっていうか、捉え方の話よ。ね、ひとりさんが、やっぱりひとりさんってすごい商売が上手で、昔か若い時から。で、すごい勢いで会社がどん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 成長したとか、大きくなったんだって。で、そしたらね、やっぱり、なんかありがたいご助言をしてくれる人がいるんだって、斉藤さんって。月も満ちれば欠けるっていうことわざがあるの知ってますか？とかって言うんだって。で、ひとりさんそれ聞いてすごい怒ってるわけ。要は、月は満ちれば欠けるっていうのは、今こうだ、すごい月はまん丸だけど、だんだん欠けるって。要は、商売も今うまくいってるけど、そんなずっとうまくいかないぞみたいなことが、言葉のこうあれに隠れてるわけよ。だから、月はね、満ちれば欠けるって言葉知ってますかって、そう嫌みったらしく言ってきたんだって。で、ひとりさんがそれ聞いてすごい怒ってるわけ。俺は月じゃねえんだとかって。 で、じゃあ月じゃないっていうとどういうことかっていうと、俺たちは太陽なんだって。そう、太陽。でね、みんな太陽ってさ、朝昇るときにすごい真っ赤になって昇ってくるよね。で、夕日も落ちるときもさ、真っ赤になって落ちるよね、夕日って。で、あれと同じで、あれはね、で、ほら、昼間はギラギラこうやって輝いてるっていうか、ずっと日中照らしてるでしょ？あれは、生まれてから死ぬまでのこと言ってんの、ひとりさんは。そう、どういうことかっていうと、おぎゃーって生まれてさ、真っ赤に燃えるように生まれるわけ。で、死ぬ時も、もう燃えるように死ぬんですよ。そう。だから、もう、ダメ。そのなんかね、もう、なんか私の人生、もうね、なんか何も楽しいことないとか、その燃えかすみたいなこと言っちゃダメです。そう。本当だよ。もう生まれて、燃えるように生まれて、死ぬ時もね、燃えるように死ぬの。そして昼間はギラギラ輝いてるの。で、それは人生がお祭りだよって話なの、ひとりさんの。そう、だからみんなもうそれぞれのお祭りなのよ。男の人は男の祭り。女の人は女の祭りなの。そう、だからみんなさ、なんかね、その人に言われたりして、なんか落ち込んだりしちゃダメ。そしたらこの話思い出してほしいのよ。自分の人生太陽。太陽なんだから、落ち込んでたりしたらもったいないよっていう話。そう、だから自分の人生はね、太陽なんだから、生まれて、燃えるように生まれて、もう日中はギラギラ輝いて、死ぬ時も真っ赤に燃えて死ぬんですよ。もうね、何にも残さない。そう。じゃあ死ぬ時は死なせないって死
ればいいね。そう、もうね。そうそうそうね。まあ、マキフちゃんなんか多分そういう。しょうが、まあね、みんなもそうだよって話だから、生まれてね、せっかく生まれてきたのに、なんかこう自分がいじける理由見つけてね、こうなんつう、こう冷めた生き方はもったいないって俺たち思っちゃうのよ。ひとりさんなんかいつも燃えてるからね。すごい。本当に。そうで、いや、これもひとりさんがね、最近言ってた話なんだけど、まあこの話ってちょっと別で言ってた話があるんだけど、今ちょっと思い出したんだけど、なんかひとりさん自身も、なんかやっぱりすごい、ほら、さっきも言ってお金稼ぐのはすごい、なんか本当に簡単にできちゃうんだって。まあすごいよね。まあ羨ましいっていうか。すごいよね。すごい。本当それはすごいんだけど、ただ、なんかある程度お金をね、なんか稼いじゃったら、なんかもういいかなと思っちゃったんだって。自分で一人さんがだよ。一人さんが。もういいかなって思った途端に、なんかね、すごい覇気もなくなっちゃったんだって、自分の。そう。で、その時にハッて気づいたんだって、なんか、こういう考え方って魅力的じゃないなって。そうだから、なんか全然やる気も起きないし、覇気もないし、なんかこんなこと考えてる自分って魅力的なんだろうかって、ちょっとこう、なんか自分見つめ直してみたら、あ、ダメだと思って、それでこうなんつ、もう一回ね、ちゃんとこうなん、どんどんさ、やっぱり燃えるようにね、そう、なんか行きたいみたいな感じの思いになったみたい。そう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 、いい話でしょ？そう、だからみんなも、自分のことをこう一回振り返ってみたときに、本当に魅力的な考え方してるかなって、魅力的なね、こと言ってるかなって、ちょっとこう気にしてみればいいよ。考え方もそうだよ。私はもうこのままね、時間が来たらね、死ぬだけでいいんだっていう考え方が魅力的かどうか。別にそれはね、その人の問題だから、いい悪いないよ。そうだけど、なんか本当にね、魅力的な考えかなっていうのはさ、ちょっと考えてみればわかるよねって話なんだけど、そう、だから皆さん、お祭りですよ、お祭り。お祭りなんだからね。燃えるように行きましょうよ。以上です、この話は。うん。そう、いい話だよね。ね、めっちゃいい話よ。そう。じゃあ次の話ね。あ、ちょっと。はい。もうね、4割ぐらい話したな。素晴らしい。じゃあ、次の話ね。今度、なんとなくって話があるのよ。なんとなく。これもいつも講演会で話してます。もうね、俺は毎回講演会でこれは話しようと思って大切な話だから。ね、どういう話かっていうとそうだな。山梨とかにも結構占い師さんとかって結構いるのかな、わかんないけど。まあ占い師さんって全国どこにでもいるよね。どこにでもいるんだけど、よくほら占いって結構女性とかが好きだったりするじゃん。ね、結構ほら、星占いとかさ、手相占いもそうだし、いろんな占いってあるよねって。あとほら今テレビなんかでもさ、結構占いの番組なんかあったりするじゃん。別にああいうのがいけないって言ってるんじゃないんだよ。ただ、覚えておいてほしいのは、ああいうのって10個ぐらいあるうちの1個ぐらいが当たるんだよ。そう、だから全部が丸々当たってるわけじゃないんだよ。それを覚えておかないと、なんでこんな話するんですかっていうと、この話知っておかないと、例えば自分が当てられた時にすごいびっくりして、あなたね、この先悪いことがあるかもしれないからね、この水晶500万円で買いなさいとか、ね、そうそう、そういうのにほんと引っかかっちゃうのよ。そう、だからみんなはこのこと覚えて、どんなに当たる占い師さんとかがいても、それ何個のうちの1個ぐらいが当たってるぐらいなんだって覚えておいて。じゃないとね、今のその宗教なんかもそうだし、ああいうのもそうなんだけど、目に見えないこと言われて当たったとかって言われると、人ってもう途端にこうな、盲信しちゃうのよ。ダメです。あ、ね、一個ぐらい。で、俺なんかすごい話があって、なんか友達がやっぱ占い好きな人がいるわけ。で、聞きに行ったの。で、俺は別に全然興味ないから後ろで聞いてたわけ。そしたらね、あなたはこうですよねって占い師さんその友達に言ってるの。いや、違いますとかってずっと言ってんの。で、こうですよね、こうですよねってずーっと言ってんの。で、全部違うわけ。じゃあ中に1個ぐらい当たりがあったの。で、あ、これこうですよねって、あ、それ合ってます。ですよねみたいな感じで言ってるわけ。でね、俺この占い師さんすげえなと、そんな何十個も言って1個ぐらい当たってさ。そうですよねみたいな。占い師さんって相当メンタル強い。そう、だからね、こういうのも大切な話だから、ああいうのって10個のうち1個ぐらいが当たるんだって覚えておいて、そうしたら、みんなはね、そのなんかすごい言われたままお金払っちゃうとか、大切なお金をね、本当になくなるまで払い続けるなんてことはないよ。本当に。だからそのことを覚えておいてねって話。それと、あと、例えばさ、本当に自分しか知らないようなこと当てる人っているのよ。例えば、昔怪我したでしょとか、大きい手術したことあるでしょって、いきなりあって言われちゃうと、やっぱみんなそれなりにはびっくりするよね。ただ、ひとりさん流で言うと、こういうのもびっくりしちゃダメです。なんでかっていうと、だってそんな指摘される前に自分は怪我したって知ってるよね。
わかる？自分は知ってるよねって。まあ、ただその人が知らないから、自分しか知らないこと当てられたからびっくりした。そんなんでびっくりしちゃダメだよ。自分は知ってるんだから。で、言われたらそれが何かで終わりですよ。昔手術したことありますよ。ありますけど何ですか？そういうのでびっくりしちゃっても、やっぱこれもね、危ないよ。そう、言われるがままになっちゃうから。そう、だからこういうのも将来的に覚えておいて。あのね、やっぱ大切なお金だからね、っていう話。そう、だから、このことを覚えておくとさ、将来もね、そういうお金のことでさ、なんか、ああ、やっちゃった、みたいなことはないからさ、大丈夫だよって話。で、この話難しい？大丈夫？それと、あのね、これも大切な話なんだけど、例えば皆さんこの先生きてて、すごくなんか命を助けられたみたいな場面が出てくるかもしれないよね。例えばさっきも言ったけど、大きい手術しました。交通事故で大怪我しましたとかってね、お医者さんで治してもらったとか、すごいね、有名な先生に治してもらったとか、もっとすればね、自殺を考えてたんだけど、ね、まあこれは怖い話かもしれないけど、自殺考えてたんだけど、でもその、たった一言のアドバイスで自殺とどまってね、命助けられたみたいなことがあるかもしれないじゃん。でね、昔からひとりさんが言ってるんだけど、命を助けられても、謝礼は2000円までにしてください。2000円。だからみんな覚えといて。命を助けられても、謝礼は2000円までです。ただひとりさんとその後話してて、ひとりさんがね、あ、でもな、って俺これ言ってたのもう何十年も前なんだよな、とかって話になったわけ。で、ほら、今さ、物価もちょっと上がっててさ、時給もちょっと上がってるじゃん。で、ちょっと改定しました。あのね、5000円から1万円までしてください。そう、だから、命は助けられても、5000円から1万円まで。それ以上出さないで。そう、そうやって決めておけば楽じゃん。そう、だからみんなも、命を助けられても、謝礼は5000円から1万円まで。それ以上出さないでください。という話。大丈夫？わかった？で、そう、だから、あのね、いや、そう、ダメなのね。そう、そう、それ以上出しちゃダメ。そう。で、ほら、あの、カウンセリングとか、ああいうのはね、相談料だからね、あれは仕事として成り立ってるものだから、また別の話だけど、そうね、例えば命を助けてもらうような場面があったとするじゃん。そう。で、そういう時は、本当に謝礼は5000円から1万円って決めてください。そう。大丈夫？で、そうすれば楽じゃん。こういう時どうするんだろうって分かんないからね、っていう話。で、あと、このなんとなくの話で大切なのは人間関係。あのね、みんなって、例えばさ、今仲いい人っているよね。仲いい人ってどうやって仲良しになったの？そうでしょ？素晴らしい答えが出ちゃいましたよねって。でね、じゃあこれ逆回りで、会わない人もなんとなく会わないんだよ。だから、俺たちはね、その会わない、だからみんなって、俺たちは常識が間違ってんじゃないのって言いたいのは、何が言いたいかっていうと、普通さ、例えば新しいで、まあ職場になりました、新しい環境になりました、新しい会社に行きましたとか、まあ学校もそうかもしれないけど、新しい環境にね、どうやったら馴染めるかなとか、どうやったらね、うまく馴染めるんだろうとか、溶け込むんだろうって考えちゃうわけ。違います。あのね、会わない人と会わないでください。そう、もう最初から。そう、いいの。そうやって決めてればいいの。同じ会社だろうと何だろうと。で、もっと言うと血縁関係もだよ。あのね、親、親族、兄弟ね。あの、そういう人とも会わない人と会わないようにしてください。みんな兄弟だからとか親だからとかね。あの、そういう風にして、勝手にこうなんて自分の中で無理くり納得させるんだけど、人情だったらね、一番多いのって身内だよ。そうだよ。だから身内だからっていうんで余計こらえきれなくなっちゃっておかしくなっちゃうの。そうだから、あのね、会わない人と会わない努力してください。本当に。ダメです。で、あの、相性の合わない人ダメ。で、それがたまにね、旦那なんですとかっていう相談があるわけ。合わないようにしましょう。いやいや、それはいろんな夫婦関係あるからね。まあ、ただお家の中でもちょっと離れるとかできるじゃん。何度とさ、あの、ちょっと離れるとかさ、わかんないけど。でも、まあ、これはね、冗談かもしれないけど、極力、あの、合わない人と合わない努力してください。で、これも、さっきも言ったけど、なんとなくね、なんと分かるはずだよ、みんなは。あってこの人ちょっと苦手だなーとかね、この人ちょっと嫌だなー、嫌な感じするなーっての分かるじゃん、やっぱちょっと付き合っていけば。ダメです、あっちゃん。ダメですよ、ダメです。そうでね、あの、例えばさ、今若いお母さんとかだったらね、ママ友とかさ、なんかそういうのあるじゃん。ママ友サークルじゃないけどさ、ああいうのってね、どうやったらママ友たちとね、仲良くなれるかなみたいなのもあるんだけど、あんなんね、そんな気使うぐらいのグループだったら絶対行かない方がいいよ。行ったってろくなことになんねんだから。そう。嫌な思いするだけだよ、本当に。
そうだから会わない人とはね、どんな、なんつう、仲間内でも、ね、会っちゃダメです。そして、仲いい人とだけこうギュって仲良くしてればいいんじゃない？そう、ひとりさんなんか究極にそのタイプだよ。本当に。本当に、仲いい人とだけ毎日ね、一緒にいるだけなのよ。みんなも、こう、なんつう、仲いい人とね、仲良く暮らしていくっていうか、自分でちょっと想像してみてごらんよ。なんかすごい自分のね、気の合う人たちとずっとこの先ね、楽しくやっていくって思ってたら、それの方が気が軽くない？それをさ、どうやって周りと仲良くしようとかってやってる方が、俺はなんか気が重いと思うんだよね。そうそうそう。だから、合わない人と合わない。だいたいそんな気の合わない人と飯なんか食いったって絶対うまくねえよ。もう何食ったかわかんない。もう本当に全然どんな美味しいもん食ったってまずいと思う。そうで、やっぱり誰と食べるかだよね。そう、だから、これは本当に合わない人と合わないとしてください。それがひとりさん流だよって話。その方が楽しいし、だからみんな常識が間違ってるよって言いたいの、俺たちは。そう、やっぱりみんなどうやって周りと仲良くできるんでしょうかになっちゃうよね。違う、俺たちはもうね、合わない人と合わないだから。で、さっきもほら言ったけど、仲良くなる人とは本当になんとなく仲良くなっちゃってるはずなんだよ。夫婦だって恋人だって、みんなね、なんとなく仲良くなってるでしょ？で、いろんな縁はあるけどね、縁の形はあるけど、で、俺もひとりさんとね、どうやって仲良くなったんですかって質問があるけど、なんとなくとしか言いようがないのよ、お互いに。だからみんなも仲良しもそうだよねって。でも仲悪い人もなんとなく合わないだけ。で、もっといいことを教えてあげると、みんな、例えば嫌いな人のさ、声が嫌いとか顔が嫌いとかさ、もう存在自体嫌いとかって言うじゃん。あれは、なんで嫌いかっていうと、もう最初に合わないっていうのが分かってて、その後から後付けの理由自分で考えてるだけだよ。そうだよ。だから好きな人の声だったら絶対何でも好きなんだから。多分好きな人だっておならだって好きだよ。おならの匂いだって。でも嫌いな人だったらとんでもない、声も嫌いだし、おならなんかとんでもないよね、本当に。 本当に でしょ。だからそれは嫌いだからなんだよ、合わないからなの。でも好きな人のものだったら、おならだってね、何だってもう声だって何だって多分大好きだと思うよ。そう、だからみんなそれはもう直感で分かってんの、このなんとなくの。そう、だからこのなんとなくってのは曖昧なようだけど、すごい大切な言葉だよって話。そう、だからそれをね、覚えておくといいよって。それと、いいことね、これは教えてあげるけど、やっぱり生きてるとさ、人生迷うことってあるのよ、必ず。そう、そうすると、やっぱりこれどっちかなってね、いろんな人にアドバイスも聞くかもしれないけど、最終的には自分で決めるよね。そしたら、このなんとなくの話覚えておいてほしいのよ。なんとなく自分がだよ、自分が面白そうとか楽しそうとか、こっち行ったらなんかいいことあるんじゃないかなって、そういう予感がする方に行って。そして、なんかなんとなく気が重いとか、なんか今一歩足が出ないっていう方に行っちゃダメのサインだからね。そう、ダメなの、そっち行っちゃ。魂がそっち行っちゃダメだよってちゃんと言ってくれてるの、なんとなくで。で、なんとなくって実は直感なんだよ、これって。そう、だからみんなそれ覚えておいてねって話。そう、だからこのなんとなくも覚えておくとすごくいいよって。これから人生迷ったら、なんとなく楽しい方、なんとなく面白そう、なんとなく軽い方に行ってください。それが自分が行く道で、ただ行ってね、なんかこう、なんて失敗しちゃったこととかあると思うのよ。でもそれは全然大丈夫なの。その失敗が後々の成功の種になるかもしれないからねって話。そう、だからそれも覚えておいてねって話なんだけど、この話難しい？大丈夫？大丈夫？うん、大丈夫？じゃあなんとなくの話は以上でーす。ありがとうございます。うん、大丈夫？ありがとうね。うん。ね、またお会いしましょう。ね、ありがとうね。うん。ありがとうございました。うん。ね、今日用事があってね、ちょっと早く寝てね。ありがとうね。いってらっしゃい。ね、また会おうね。うん。はい。じゃあね、次の話ね。まあ、これもね、いつも話してる話だし、これもなんとなくとセットで必ず話してる話なんだけど、このことがダイヤモンドに変わりますの、ちゃんとした使い方ね。そう、これも、なんかみんなほら知ってる人は知ってると思うんだけど、みんなちょっとね、言ってるだけでいいって思っちゃってる人が結構多いのよ。ひとりさんが教えてくれた御真言だから、まあ、言ってれば、もちろんそれだけでもいいことあるよ、御真言だからね。でも、本当はちょっと使い方がもったいないです。これって、竜を呼び出す御真言なの。竜神様。そう、竜神様呼び出す御神言なんだけど、このことがダイヤモンドに変わりますって言ってるだけでもいいんだけど、例えばじゃあ会社でね、嫌なことがありました。朝行ったらね、失敗しちゃったとかね、なんかこうと言われたとかさ、いろいろ嫌なことあるじゃん。で、その時にみんなすぐ思い出すわけ。このことがダイヤモンドに変わりますをね、ずっと唱えてよって。で、朝から言いました。夜まで言いました。気持ちが晴れません。なんででしょう。
いや、それは、言ってるだけでね、本当の使い方をね、ちゃんと使いこなしてないからなのよ。さっきも言ったけど、これって龍神様呼び出す御神言なんだよねって。そしたら、実はこのことがダイヤモンドに変わりますって4回言ったら、もうね、龍神様ここに来てるんだよ。来てるの。来てるんだから、自分がこう、やらかしちゃったとかね、失敗したとか、なんか言われて嫌だとか、モヤモヤしてるとかっていうことは、全部龍神様の背中に乗っけちゃっていいの。丸投げしてください。神様に。そう、それで天に見送るイメージでいいの。そう、イメージなんですよ、これは。で、みんな、じゃあね、ここはなんでうまく使いこなせないかって、もう一個ね、多分大切なことが抜けちゃってるの。まあ、それはすごいいい話なんだけど、なんか龍神様とかね、龍を使える人ってごく一部の特別な人なんだろうなと思って、やらないのよ。やらない。それと、もう一個。龍神様をまず信じるっていうところから始めてみればいいのよ。軽く。そう、龍神様の存在信じてみようかなっていうところから、要は信じてみようっていう、こうなんて心がけていいのよ。で、例えば何かの宗教だってさ、入るときにね、めちゃくちゃ生まれたときから天上天下唯我独尊みたいな人いないじゃん、みんな。だってどうぞ、自分は釈迦の生まれ変わりみたいな感じでね、生まれたらいきなりタッタッタってあるってさ、こんな天上天下唯我独尊みたいな人いないよね。やっぱり大人になってからいろんなきっかけがあって、宗教の神様とか信じるようになったと思うのは、最初軽いきっかけで。で、それと同じで、龍神様もちょっと軽い感じで信じてごらん。龍神様ってなんか特別な人だけがね、使えるものなのかな、じゃなくて、みんな使えるよって俺たち教えてあげたいのよ。みんな使えるの。で、御神言知ってるんだから、このことがダイヤモンドで変わりますで。そしたら本当龍神様が飛んでくるの。飛んできたら、もう全部乗っけてください。全部。全部ですよ。全部。もう悩みだろうと何だろうと、人間関係だろうと、仕事のことだろうと、もう丸投げしてください。俺なんかちなみに講演会丸投げです。龍 神様お願いします。大体俺なんか本当に話すことが何も決めてきてないからね。そう、本当に毎回、丸4年ずっとそうだよ。ずっと、普通ほら、だって講演会とかっていうと、なんかね、いろいろやっぱりね、なんか1時間とか喋るのは、どういう話を組み立てたりとか、何の話しようとか、普通考えたりするじゃん。で、人前でだってプレゼンみたいのするとか、なんか説明するっつったって、やっぱりいろいろ考えるじゃん。俺なんかね、何も考えないでここ来るからね、本当に。本当来ればいいと思ってるの。本当に。で、もうそれも龍神様に全部お任せしてるから。で、来て、なんとなくこれだなみたいな話をするわけ。だけど、なんとなくこれだなって思ってても、話してる途中で変わっちゃうこともあるの。そう、だから、これは、なんと本当に龍神様に全部お任せしちゃってるから、全然こうなんと、最初からこうなん、何話そうかなって思い考えもないわけ。そう、だからね、すごく楽しくやってますよ。おかげさまで。軽く。うん。っていう話。そう、だからね、みんなも、なんて言うんかな、この龍神様をね、呼び出してさ、ま、そのイメージの話だからね。龍神様が飛んできてるイメージ。そしたら心のモヤモヤ全部乗っけちゃいな。そう、で、全部乗っけて天に見送るイメージだけです。みんなもったいないのは、せっかくこのことがダイヤモンドに変わりますって言ってるのに、龍神様がせっかく飛んできてくれるのにさ、なんかこう、なんかその龍神様がここにいるのにさ、なんていう、使いこなしてないか、お散歩見たくなっちゃってね、犬の。まあ、それは俺は龍神様散歩って呼んでるんだけど。そう、でもね、もったいないじゃん、ただの散歩じゃ。そう、だから使いこなしなんで、ひとりさんなんか本当にそれをね、みんなに教えてあげたいって、これ教えてくれてるんだよ。で、もちろんほら、言葉だけでもね、まるっきり間違いではないけど、せっかく龍神様使える方法があるんだったら、使った方が絶対いいじゃん。そう、だからそれでね、使いなよっていう。ただやっぱり一番最初信じるっていうところから始めてみるといいんじゃないって話。軽くね。そう。で、みんなどう？だってひとりさんと同じ龍神様が使えると思ったら使いたくない？使いたいよね。で、神様になんか色分けないよ。だってひとりさんの龍神様はひとりさんだけでね、他のみんなその他大勢なんてことないからね。本当に。そう、だから、みんなはさ、龍神様せっかく使える御神言ね、もらってるんだから、そしたらどんどん使いなよ。イメージだから。っていう話なんだけど、どうでしょう？もうこれ難しいかな。そう、これね、自分が龍使いになれるね、御神言だから、本当は聞く人が聞いたらすごい話だよ、これって。ひとりさんって本当にすごい難しい話をすごい簡単にしてくれる。でもあまりにも簡単に軽く書いてあるから、みんななんとなく読んだだけで終わっちゃってるのよ。あ、このことがダイヤモンドに変わりますを言えばいいんだだけど思っちゃってるのね。でもやっぱり、これは龍使いになれるね、御神言だからねって話をさ、覚えておいてください。ね。という話でした。以上です、この話は。
ありがとうございます。難しい？大丈夫？大丈夫？じゃあ次の話いきまーす。うん。とね、次の話は、これもね、今やってる劇文の話です。劇文ね。じゃあ最近ほら、マルカンでね、劇文って始まったんだけど、なんでね、これ始まったんですかって、これ、簡単に言うと、この文言自体が言霊です。言霊。そうだからこれって、言ってるだけでもいいし、もちろん最初は聞いてるだけでもいいよ。聞くだけでもいい、言ってるだけでもいいし、で、その大声をね、ほら出せる人は別に出せばいいけど、みんな最初から大声なんか出せないじゃん。そう、なんかね、だんだんあれ上手くなるんだけど、最初は本当に、聞くだけでもいい。で、ただ読んでるだけでもいいし、そこは全然こうなんつう、言ってるだけでもいいっていうか、本当に言霊だからこれ自体を言ってれば大丈夫なんだよって話がある。それと、全然信じなくてもいいけど、これね、浄化浄霊ができます。そう言ってるだけで。で、今までほら、じゃあね、丸かって、なんか、水流の方とかさ、くじ切りとかいろいろやってたじゃん。あれね、我々今一切やってないからね。いや、っていうか、なんでかっていうと、今この劇文やってると、これに全部含まれてます。なんか、水流の方やってるのも、くじ切りも、全くね、これをね、やってるのと同じ、それ以上の、こう、効果があります。そうなんで、劇文だけやってればいいよ。そうで、じゃあほら、前、くじ切りの遠隔とか、ああいうのはどうするんですかって、この劇文を誰かにこう送るつもりで、劇文読めばいいだけ。そうか、簡単でしょ？あと、もしね、怖くない人は、事故が多いところとか、自殺が多いところに、この劇文をね、ちょっと読み上げるつもりでやってくると、すごいその場が、浄化浄霊になるよって。まあ、そう、楽しい人はやってみて、それ、浄霊ツアーって呼んでるんだけど、俺たち。怖がる人はやめなよ。そういうところは、いやー、ちょい、そういうところ苦手でっていう人は、行かなくていいよって話。なんだけど、だからこの劇文ね、ではなんでこんなこと始めたんですかっていうと、やっぱりこれってやってると、自分の殻が破れるのよ。そうそう、自分の殻が破れるから、なんていうかな、自分の殻ってみんなってさ、やっぱ自分では気づかないけど、自分で壊すしかないのよ。で、劇文はそのお手伝いです。お手伝い。そうだから、でも読んでるだけでいいよ。そう、自分の殻が破れるってでもすごい気持ちいいよ。そうだからやってごらんって話。それと、これがね、俺たちはすごいいいなと思ってる劇文ってね。なんでそんなにいいかっていうと、これ、例えば、マルカンやってようが何してようがね、問題って起きるのよ。必ず。起きるよね。たとえどんな精神論だろうと学びやってようとね、問題って次から次に起きるんだよ。でも、この劇文やってると、問題自体が起きなくなってきちゃうの。自分の人生に。で、なんで起きないんですかって言うと、要は問題を問題と感じなくなっちゃうのよ。だから今までは、例えばね、ちょっとのことですごいもくよくよして、もう夜も眠れませんとかね、もうね、また本当にその人にとってはすごい悩みなんだよ。そう、どんな悩みでも、なんてやっぱその人にとっては最大の悩みなの。人が来て、そんなことで悩むんですかって言っても、その人にとっては本当大変なことなんだよねって話。で、そしたらね、でもやっぱりずっと苦しんだり悩んだりするのって嫌じゃん。嫌だよね。そうで、そしたらこの劇文をね、やりなって言ってあげればいいの。でも、中には、やっぱ夫婦でもやらないって人いるのよ。奥さんは一生懸命やってるけど、旦那はやりませんって。いいね。全然やらなくて構いません。そうでね。ちゃんと理由があるのよ。やっぱ縁がない人ってやらないから。だからいいよ。無理に説得とかしちゃダメだよ。こういうのは。自分だけがやってればいいよ。そして縁があった人がやればいいじゃん。すごい仲いい人とかさ。そうで、本当にこういうのやってると自分の人生にね、問題がだんだん起きなくなるっていうよりか、自分の人生で問題を問題と感じなくなっちゃうの。そうだから、やっててごらんって、すごい心に芯みたいができちゃうの。そうすると今までね、すごいなんか不安だったり、ニュース見たりね、なんかああいう世界のさ、なんかいろんなことをこう聞くとさ、すごいこの先日本も大丈夫かなとか、なんかこの先ね、なんか自分たちの将来はね、ちゃんと日本ってね、ちゃんとしてるんだろうかとか、いろいろ考えたりしちゃうと怖くなっちゃうのね、今までだったら。だけど、この劇文みたいなことやってると、全然怖さがなくなってきちゃうっていうか、なんか問題だって感じなくなっちゃうのよ。そう、だから、それね、よくほら、だってニュースとかつけるとさ、なんか大丈夫かなみたいな。またニュースっていうのはね、人を怖がらせるプロだからね。ああいうのね、そう。ああいうのね、見たーでもほら、俺なんかね、あんまり怖がってる人見るとね、怖がりたいから見てんのかなとかと思っちゃう。
ねえ、なんか、あれ見てね、ああね、こうでとかっていろいろ悩んでてさ、で、あれ見てね、怖がってる人見るとね、怖がりたいために見て、要はお化け屋敷に行きたいみたいな感覚と同じよ。そう、お化け屋敷って怖がりたいから行くじゃん。で、俺なんかニュース見てね、この先日本はどうなるんでしょう、物価がこのまま上がり続けたらとかね、いろいろ言うんだけど、俺なんかあれ見ててね、なんかそういう人の話聞いてて怖がりたいのかなとかと思っちゃうの。なんかお化け屋敷に行く感覚なんだなって思って。でも、俺ね、俺たちもニュース見るけど、別に何にも心配いらないよ。本当にそうなれるよってみんなに教えてあげたいの。それと、まあこれはちょっと激文の話、まあそれもまあ結果同じなんだけど、いや俺たちってね、あまあ神様がいるとして、まあ俺たちは神様のことを信じる。信じろって話じゃないよ。俺たちは神様がね、いるって信じてるんだけど、あの、神様が世の中をね、めちゃくちゃな方向に持っていくとはどうしても思えないのよ。必ず世の中良くしてくれてるって思ってるの。で、確かに、あの、ちょっと考えると、だってひとりさん昔からよく言ってるけどさ、江戸時代より今の方が絶対いいよね。だって江戸時代のものすごい殿様だってクーラーはないしさ、ねえ、あの、ヒーターだって何もないじゃん。昔火鉢とかだよ。生物なんか食えねえし。そう、だから、今の人たちが殿様よりすごいいい暮らししてるんだよねって話。そう、で、時代ってどんどん良くなってるじゃん。いや、問題って起きるんだよ。問題って必ず起きるの。だけど、昔よりは絶対良くなってるはずなんだよ。だからこれから先も良くしかならない、本当。俺たちはそう信じてるの。でもこの先が大変になる大変になるって思っちゃうと、それは自分の思い込みでダメになってっちゃう、自分の人生が。では簡単に言うと、神様はいい方にいい方に向けてくれてるのに、自分はなんかその流れに逆らって歩ってるみたいなもんなの。流れに乗っかっちゃった方がいいよって話なんだよ。そう、だから必ず俺たちは世の中はね、ますますね、未来は明るいとか、あの一寸先は光っていうのは、そういうちゃんと信念があるの。神様は絶対、前の未来っていうかね、先の未来は明るい未来しか用意してくれてないっていう信念があるから、全然怖がることも何もないよって話なの。でもこういう劇文みたいなことを一緒にやってると、それが本当に信じられるようになるの。そう、だからやってごらんって。だから俺たちは本当に不安も何もない。神様が悪い世界にするなんて1ミリも思ってないもん。そう、自分の人生も同じです。同じ。で、それは神様が全体的なことだけじゃなくて、自分の人生も全く同じなんだよ。そう、だから、自分の人生も1ミリも悪くなるなんて思ってない。いや、いろいろ出来事はあるよ。なんかその揉め事だったりなんだりあるけど、それ以上にひどくなることは絶対ありません。そしてもっと良くなる。お互いに。お互いに良くなる。そう、だから、本当にね、あの、それはさ、あの、信じてやってごらんって、世の中神様はよくね、で、みんなの人生も全く同じです。神様はいい方にいい方にインスピレーション与えてくれてるの。そう、だから、それを信じてね、あの、本当、こう、神様に背中預ける気持ちで言ってごらんって話なの。そうで、あの、やっぱりそれをほら、逆向きにね、世の中はね、もうろくなことにならないけど、自分の人生もお先真っ暗だ、みたいなことをずっと言いながら、そういう考えてると、本当にこうなんて、後ろ向きであるってのと同じだよ。そう。したらなんか石にもケツまずくしさ。怪我だって大きいよねって話。そうね。っていう話なのよ。どう？この話難しい？大丈夫？そう、だから、劇文みたいのまずやりなって、そうするとこういうことがちゃんと信じられるようになるよって話なの。心に芯ができるから。そう。うん、そう、不安症の人ってやっぱりね、なんか何こうやってもさ、いろいろこう不安な風、不安の方に考えちゃう気持ちもわかるの。でも、じゃあどうしたらいいんですかって、俺たちは劇文やりなしか言いようがないのよ。そう。で、それをやりませんってなったら、もうね、今は今世は縁がないんだなって。でも、まあ今世っていうよりか今はね、今は縁がないんだなって。で、ただ後で人って変わる時もあるのよ。そうそう。なんか、やっぱりなんかちょっとやってみたいとかっていう人も出てくるから、そこはね、決めつけちゃわないで、ただ今は縁がないんだなって思うだけの話だよって話。そう、難しいこの話。大丈夫？という、いいですね。と、そういう話を。で、この話は以上です。ありがとうございまーす。ということですね、いいペースで進んで、もう終わりなんだな、これが。いやね、いや、だいたい。明るくなった？嬉しいね。嬉しい。そうだね、やっぱりリアルでね、そうね、今日もね、山梨呼んでくれてさ、やっぱり来てね、会って直接会ったりすると、やっぱりそれだけでもね、もう違うんじゃないかな。
そうだね。やっぱり、俺もひとりさんも本当にね、さっきね、ちょっと入り口で少し話してたんだけど、講演会の目的って本当に何回も言うけど、人集めることじゃないんですよ、俺たちの講演会の目的は。じゃなくて、やっぱり肩の荷下ろして軽くするっていうことだけをね、一点、そこだけしか考えてないのね。そう。で、じゃあね、それだったらね、無料でやればいいですか、いいじゃないですか、みたいな声もね、たまにあるんだけど、ただ無料だとね、どうしようもない人も来るのよ。そうね、ちゃんとお金もらってるのに、真剣な人しか来ないから。そう。ほんと無料だとどうしようもねえの来るよ。本当に。そう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 。だからね、やっぱりこういうズームだろうと、リアルだろうとね、実際来て、で、やっぱり、実はお金っていうのも、エネルギーなのよ。そう、だからみんなお金を払ってるでしょ？どれからいいエネルギーをもらいます。だから要は、ちゃんと相互交換になってるの、エネルギーの。そうだよって話。そう、で、あと、実はこの劇文がね、すごいいいのは、まあ、劇文の時に話しようかなと思う。今ね、タイミングが出たから話しちゃうけど、実はなんでこの講演会と劇文が今セットになってるんですかっていうと、実は、みんな今日ひとりさんのいい話聞いたよね。聞いたよね。で、普通講演会って話聞くだけじゃん。だけだよね。だけど劇文って自分で言うじゃん。まあもちろんね、無理に言えって話じゃないけど、自分で言うと要は、ひとりさんのいい話を入れて出すのがセットになってんのよ。そう。そうなんです。そう、だからみんなは、いい、ひとりさんから考え方のいい武器をもらいました。今まではいい武器もらったんだけど、結局人って習慣の生き物だから、お家に帰るとね、いつもの自分に戻っちゃうわけ。そう、ひとりさんいい話してたな、達也さんいい話してたなって、でもなんか普段の生活であんまり変わんないかな、みたいな感じで普段の自分に戻っていっちゃうわけ。そうだけど、実はこの講演会と劇文がセットになってると、いい武器を、こうなつ、教えてもらって使い方まで教えるよって話なの。だから劇文やりななの。そう。でね、ほんとひとりさんも褒めてくれて、ね、達也の講演会ってすごいいいよって言ってくれたのは、もう普通講演会って聞くだけでしょ？だけど、劇文みたいなことやると、自分のひとりさんのいい話を入れて出すところまでセットになってるから、こういう講演会って他ないんだよって、いうことでね、すごく褒めてくれて、そう。だからみんなもね、今日さ、この後ちょっと休憩入れて、このまま劇文やるからね。そうね、あ、谷口さんもやるからさ。だからね、一緒になってね、楽しくやりましょうって話です。じゃあ一旦講演会終わりにします。ありがとうございました。お時間となります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、一旦休憩ね。で、おトイレとかね、はい、飲み物とか買ってもらって、揃い次第またやるんで、谷口さんもちょっとお手洗いとかね、行けるときは行ってみてください。はい。はい。じゃあ一旦ちょっと録画止めまーす、はい。ありがとうございます。最高です、はい。ありがとうございます。はい。お願いします。ありがとうございます。はい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 、じゃあ皆さんこれ出ましたか？この紙。それで、これね、実は合劇って言って、合同劇文って言ってみんなで練習するの。8個。それで、みんなも絶対こう一人で読まなきゃいけないってことなくて、お友達と一緒にいるときは、8個を合同でやっちゃっても全く問題ないです。暴撃って言って。だからみんなでやるとね。まあみんなでやれば怖くないじゃないけど。そういうのもあるのかな。で、8個、この花得たい劇文から読み始めますんで、じゃちょっとね、皆さんこの花得たい劇文が書いてある方を出してください。で、これを皆さんに言ったするんだけど、ちょっと皆さん最初聞いててね、軽くこんな感じで言うっていうのをちょっと俺軽く読むから。じゃあ、花得たい劇文。我々無敵の突撃隊は、敵陣深く切り込んで、しぶき受けて抜刀隊、大和魂貫いて、取って、取り抜いて、勝って見せます、日本一。以上！おー！という感じでやります。そうなんで、皆さんもね、それと一緒にこう、なんつう、みんなでこう合わせて言いますんで、せーのって言うから、そこから離れたいから始まります。OK ですか？じゃあ、谷口さん大丈夫？はい、うん、はい、大丈夫です。はい。じゃあちょっと待ってね。はい。はい、じゃあみんな用意できたかな。いきまーす。じゃあ、花得たいからいきまーす、はい。せーの。花得たい！劇文！劇文！我々、無敵の突撃隊は、敵陣深く切り込んで、しぶき受けて、抜刀隊、大和を騙し、抜いて、取って、振り抜いて、勝って見せます、本一、以上！おー！
ね、アラムシャタイ劇部いきます。せーの、アラムシャタイ劇部。我々無敵のアラムシャタイは人気にかけるアデスカタ、命をかけて主人のかけた誓いを妙に勝って、勝って勝ち抜いて、勝って見せます。日本一、日本一以上。おー、混合体劇部いきます。せーの、混合体劇部。我々無敵の混合体は闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙、猛猛と並ぶ豪傑よりすぐり、勝って勝って勝ち抜いて、勝って見せます。日本一、日本一以上。以上。おー、大魔神劇部いきます。せーの、大魔神劇部。我ら無敵の大魔神、荒れ狂う海を押し渡り、前に押し出す大津殿を狙い、かがわず、白熱し、おたけび上げて、突き進み、取って、取って、取りまくり、勝って見せます、日本一、以上。おー、じゃあ裏行きます。じゃあ神風隊劇分いきますよ。せーの、神風隊劇分。風を吹け、波荒れよ。我々無敵の神風隊は親方様をお守りし、アシュラのごとく戦って、赤い血を吹く飛行機図、勝って勝って勝ち抜いて、折って見せます。日本一、日本一。じゃあ騎馬隊劇分いきます。せーの、騎馬隊劇分。我々無敵の騎馬隊は騎馬門天の旗のもと、真っ先かけて前進し、一番槍に輝いて、取って取って取って見せます。日本一、以上。以上。隊劇分いきます。せーの、友人隊劇分。我々無敵の友人隊は親方様の命のもと、刀下げて切り込めば、腕は砕けて肉は飛び、攻めて攻め抜いて待って見せます。日本一、日本一。最後、はやぶさ隊劇部いきます。せーの、はやぶさ隊劇分。我々無敵のはやぶさ隊は親方様をお守りし、名誉にかけて月の一滴の枯れるまで、攻めて攻めて攻め抜いて絶対なります。日本一、以上。これが8個の劇部。その中の1個ね、好きなものをこうね、読んでもらうっていうかね、やりたい人はここで全然こうやって大丈夫です。でね、やってみたいなーっていう人前に出て、もうゆかりちゃんなんか、やれる？あ、それで、最初にね、俺ちょっとこれはお遊びみたいな感じでやってるんだけど、この始まるときに、このひとりさんの勝ち時の儀ってやつがあるの。で、これを最初にやってから始めることにしてるのね。で、この、じゃあちょっと軽くよ。で、みんなで合わせてね、勝ち時の儀、この名誉ある騎手に選ばれし喜びを全国の共に贈らん。で、ここで一度勝ち時って言いますか、一度勝ち時、えいえいおえいえいおえいえいおお、一緒にやってもらいたい。なんで、じゃちょっとね、軽く読むから、みんなこの一度勝ち時って言ったら、はい、皆さんがこのこうなんかガッツポーズをして、永遠を一緒にやりましょう。谷口さんも一緒にやって。OK ですか？じゃあ、それ一緒にやります、はい。合わせてやるからね。一度って言ったら、勝ち時ってこのポーズ作ってね。はい、ね。じゃあ練習ね。いきます。せーの。勝ち時の儀。この名誉ある騎手に選ばれし喜びを全国の共に贈らん。
一度、勝ちどき、えい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 、おー、えい、えい、えい、おー、じゃん。で、これで始めます。OK ですか？じゃあ、そしたら、誰か俺の名前呼んでもらいたいんだよな。代表鈴木達也って呼んでもらいたい。あ、いいですよ。じゃあ、埼玉君さん。じゃあ、そしたら、代表鈴木達也って言ってください。そしたら、俺が、おーって言うから、皆さんその後に、おーでお願いします。OK ですか？はい。はい。はい。叶えたい代表鈴木達也わーおー勝ちどきどきこの名誉ある主に選ばれし喜びを全国の共に送らん一度勝ちどきえいえいおーおーおーえいおーえいおーえいおーおーじゃあはい、じゃあ始めまーす。よろしくお願いしまーす。はい、じゃあね、やってみたいって人いますか？ちょっと一番やりで。どう？いいよ、じゃあどうぞ。何体読みたい？いや、叶えたい。叶えたいで？うん、じゃあ、はい、じゃあ叶えたい劇文で。自分の好きなのでいいからね、別に何体関係なく、文言好きなやつ読んでください。はい。じゃあそしたら、呼ばれたい名前を俺に教えてください。じゃあ、ちょっと待って、じゃあ、はい。はい。呼ばれたい名前を教えてください。はい。ありがとう、まさちゃん。すごい。じゃあ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。最高です。はい。私は斉藤真希子。いい？じゃあ、と、代表だって言うからね。はい、代表斉藤真希子って言うから、はい、O で、その会場の O の後にこれを続けてください。はい。いきます。はい、じゃあ、代表斉藤真希子おーおーおー叶えたい劇文我々無敵の特通撃隊は敵陣深く切り込んで獅子向き受けて抜刀隊大和魂貫いて取って取り抜いて勝ってみせます日本一以上あありがとうございます。すごいね。やっぱ実際にやると緊張するでしょ、ちょっと。そうね。じゃあやってみる。ゆかりちゃんやってみる。ゆかりちゃん何体呼びますか？じゃあ、花体で。花体でいいの？また。はい。好きなのでいいからね。はい。じゃあ、この辺に。はい。もうちょっとこっちです。はい、オッケーオッケー。はい。じゃあ、そしたら、代表は対ゆかりでいいの？はい。はい、わかりました。代表若いゆかりーおーおー叶えたい劇文我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで獅子向き受けて抜刀隊大和魂貫いて取って取り抜いて勝ってみせます日本一以上おお素晴らしいおめでとうございます全然いいよ大丈夫よありがとうねあいいよありがとうはいちょっとやってみようかなって人いますかいや、フリーじゃん。あ、やってみる？あ、いや、どうぞ。やっぱり広げちゃったよね。何体読みたい？友人体で。友人体で、はいよ。はい、じゃあこれで。はい。はい、はい、よ、そこでいいよ、はい。そしたら、呼ばれたい名前を教えてください。深沢ひろみで。深沢ひろみさん。はい、じゃあ代表深沢ひろみ。はい。なんか、O で O なんだね。はい。いきます。代表深澤ひろみおーおーおー友人隊劇文あ、声で大丈夫よ全然大丈夫よ自分の読み我々無敵の
龍神隊は親方様の命のもと、血がたが下げて切り込めば骨は砕けて肉は飛び、攻めて攻めて攻め抜いてなってみせます日本一一丁。素晴らしい、おめでとうございます。すごいよすごいよ、ここに立つだけですごいよね。ここに立つだけですごいよ。だってみんな講演会聞きに来てるだけなんですよ。なんで私たちが前に出るんですかみたいな。もうちょっとやってみようかなって、一人無理にやんなくてもいい。やる？いいよ。やったらいい。何体読みたい？いいね、いいよ。おいいよ。どうぞ。嬉しい。ありがとうございます。はい。はい、そしたら、呼ばれたいのも教えてください。はい。吉川さつきです。吉川さつきさん。はい。じゃ吉川、代表吉川さつきって言いますから、その後、王でオーナーとに。はい。はい。いきます。代表吉川さつきおーおーおー混合体激文我々無敵の混合体は闇を切り裂く稲葉銃、火薬の煙、もうもうと居並ぶ豪傑よりすぐり、勝って、勝って、勝ち抜いて、なって、見せます、日本一、以上。やると気持ちいいんだよ。そうね、うん、どうですか、やってみようかなって人いますか。え、ぜひぜひやってやって。いいチャンス。呼ぶだけでもいいよ。じゃあやります。あ、いいね。どっちでもいいですよ、好きにしてください。それは自由に自分のあれでいいですよ。何体読みますか。何体読むかな。うん、いいよ、好きなの。インスピレーションで。うん、アラムシャタイ、いいですね。ちょっと待ってくださいね。あった、あった、はい。はい、じゃあこっちに。これな、はい。うん、こっちこっち。はい。あ、これ、これは大きいのがあるんで。はい。じゃあこの辺買ってください。ちょっとこっちかな。はい、呼ばれたい名前を教えてください。猪瀬信子です。猪瀬信子さん。はい、じゃあ代表、猪瀬信子って言いますか、そしたら、O で、O なんとに、ここで。はい。そう、うん、最後まで読んでください。アラムシャタゲームから以上まで。はい、行きます。猪瀬のりこさん。猪瀬信子です。信子さん。代表猪瀬信子おー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 いきます。はい。アラムシャタイ、激文。我々無敵のアラムシャ隊は、仁義にかけるあで姿、命をかけて出陣のかけた誓いを明王に、勝って、勝って、勝ち抜いて、待ってみせます、日本一、以上。あ、すごいね。すごい。いやいや、すごい、すごい、すごい。すごいよ。初めてで、ね、素晴らしかったです。おめでとうございます。素晴らしいです。はい、じゃあどうぞ、なんかやってみようかなって言ってますか。無理をしなくていいけどさ。大丈夫よ。大丈夫かな。じゃあ、じゃあ谷口さん、やりましょうか。はい。うん、ありがとうございます。はい。ちょっと待ってね。はい。よろしくお願いします。ちょっと待って、じゃあ谷口さんを。もうスポットライトにして、じゃちょっとみんなの方向けるからね。ありがとうございます。おーい。大丈夫。感謝申し上げます。本当に。ちょっと待って。あります。皆様感謝します。ありがとうございます。感謝します。ちょっと待ってみんなの方あ向いたね。オッケー。はい。オッケー。はい。あります。で、ああこっち。見える？みんな。はい。はい。ありがとうございます。皆様、素敵ですね。お美しい衣装のお姉様ばかりで、本当に素敵でございます。ありがとうございます。はい、じゃあそしたら、最高でございます。代表、谷口正夫って言いますんで、はい、そしたら、王で。よろしくお願いします。はい。
ますよ。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。代表、谷口まさお。これがすごい、ね。はやいちゃん、いけるすいません、よろしくお願いします。いいよ、あ、そのまま離れたい激分で続けちゃっていいよ、続けちゃっていいよ、よろしくお願いします。いいよ、はい、はい、はやいちゃん、激分、我々、無敵の突撃隊は激戦深く攻め込んだ、めきめき受けた発展隊、ヤマト魂貫いて取って取って取り抜いて取って見せます、日本一、こんにちは。おお、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうね、谷口さん、ありがとうございます、ありがとうございます、おい、じゃあ大丈夫、大体みんな言え、いや、あ、ごめんなさい、一人回っちゃったね、くるりんぱになっちゃった線がね、ごちゃごちゃしてる、すいません、いや、大丈夫だよ、ちょっと待ってじゃん、これあー、すごいね、感極まったよね、谷口さん、よかった、ありがとう、はい、ね、ありがとうございます、いつもありがとうね、ちょっと待って、いつもありがとうございます、母ちゃん申し上げます、待って、これ絡まってはい、それで、じゃあ皆さん大丈夫かな、だいたい前に出て言いたいって人はみんな終わったかな、じゃあそしたらこれね、皆さんに紙差し上げますんで、それは、あの、皆さんが持っててください。で、お家で読んでね。読んで。で、じゃあ、これで、最後の、その、別れの儀ってやつがあるんで、これを終わしてね、終わりになります。で、あの、ここも、一度勝ち時が入ってます、文言の中。そしたら、さっきと同じで、で、この、一度勝ち時、えい、えい、おー、えい、えい、おー、えい、えい、おー、で、終わりになる。で、この、勝ち時ってみんな知ってると思うけど、一応戦にね、勝ったんだっていう時の時の声って言って、そういう時にね、あげるものだから、みんなは、もうなんかね、何でもいいから自分の中で戦に勝ったんだっていう気持ちで時の声をあげるつもりで、AAO をね、ちょっと力いっぱい出してください。OK ですか？じゃあそしたら、マクコちゃんまた、代表でいいからさ、はい、代表を鈴木達也で呼んでください。ありがとうございます。ね、ね、谷口さんもじゃあ聞いててね。はい。はい。ありがとうございます。代表、鈴木達也！わー、別れの儀、この大役を果たし、感動を胸に、ふるさとへ帰らん、いつよしか、また会えることを願い、一度、勝ち時、えい、えい、はい、おーい、はい、えい、はい、えい、はい、おーい、えい、はい、えい、おーい、以上、終わりです、ありがとうございました、ありがとうございました、谷口さんもありがとうね、どうもありがとう、ありがとうございました、先にちょっとズームでバイバイしましょう、ちょっと待ってね、じゃあ谷口さんちょっとみんなの方向けるね、ちょっと待ってね、はい、ありがとうございます、見たかな、めちゃめちゃ可愛い、本当にありがとうございます、最初申し上げます、あ、ごめん、なんか斜めになっちゃったけど、なんかこうか、はい、ありがとうございます、はい、うん、大丈夫ありがとうね、あ、ちょっと全員映ってないけど、まきちゃんもありがとう、うん、じゃあそしたら、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございました、はい、5、4、3、2、1で終わりにします、いきますよ、せーの、5、4、3、2、1、バイバイ、またねー、バイバイ、ありがとうございました、感じてます、はい。